前回は、ジムのバッジを2つ取ってから、で、バッジ、炎タイプのジムリーダーと戦うってところで終わったんかな。22、あ、いいね。22レベルのギャラだとちょうどいい、なんか、レベルやな。ありがたい。この前くれた人、ありがとうね。じゃ炎タイプだから、あ、水結構おるんじゃない？電気もおるし。あ、水を、今回これ結構強いな。ジムチャレンジャーよくぞ参られた。ジムチャレンジャー厳しくカブさんに挑むのは少ないが、早速手続きしますか。挑戦します。炎のジムミッションは一味使えます。違うってよ。一味も二味も違うかもしれんな。おーい、え、何これ。全然なんかミッション系なくない？簡単にいけそうな気がする。でもあいつがおらん、ボスが。炎のポケモンジムでのジムミッションは、ポケモン捕獲で多くのポイントを稼ぐ。5ポイント稼ぐとクリアです。何それ。草むらにいるポケモンを倒すと1ポイント、捕まえたら2ポイント。ただしポケモンの勝負には他のトレーナーも一緒です。どういうこと？どういうこと？どういうこと？欲しい。ロコン？ロコンやん。ロコンおった。どういうことこれ。ああ、なるほど。味方もおるけど倒してしまわんようにってことか。どうしよう。効果抜群。殺してしまうな。水鉄砲、あ、走った。噛みつくぐらいにする。なんか死んでしまいそう。あ、ポイント達成したらいいんだ。かわいそう。2対1。あ、いいね、ちょうどいい。体当たり、おー、X。 この捕まえた方がポイント高いんでしょ。捕まえようよ、どうせなら。ロコ持ってないし。味方攻撃できますよ。確かにそれあり。お、惜しい。今一発であったよこれ。何それ。あ、混乱した。まあいいや、俺はポケモンスターボールを投げるのに。これで味方攻撃する人おるん。あー、まずいまずい。より捕まえやすくなったかな。ポケモンズのシーン、ハジリガメはもう進化しない。オッケー、後で逃がそうや。あ、じゃあ交換に出そう。ハジリガメなんとか効果なんて、ミラクル効果みたいな、マジカル交換か。オーマイガー、倒しまった。味方倒せばよかったねこれ。次味方倒すわ。味方ではないし、ゼロポイントで終了。あ、そっか、俺が倒してないってか。へえ、そういうこと。うわ、なんだこいつ。ずるいな、味方倒そう。それはさすがに。ポー、水でポー、いいねー。1体だけよりさすがに。何体もおるとかあるよ。捕まえたらポイントが2だって。なんやかんやめんどくさいね。じゃあ水鉄砲一発じゃしないよね相手。やろ。お、防御力硬いなこいつ。うん、捕まえた方がいいね。どうせ持ってないし。ここは効果ありの噛みつくぐらいで、軽く攻撃します。軽くかじ、噛みつくでもない、ちょっとかじるんで。オッケー、ほら、うまい。見て、ほら。このギリギリ残し。感覚が研ぎ澄まされた。あー、死んじゃった、死んじゃった。死んじゃったよ、カジリガメ。ごめんな。んじゃあ、相手は、同じく水でいいや。はい。これ、リスナーさんからもらったやつだな。前回。甘神、そう。甘神。まだなんか戦ってさ、経験値上げた方がいいよね。あ、でもこれって今回からか知らんけど、ポケモン捕まえても経験値って回復する。あ、これ遅延なし。おお、捕まえた、イエーイ。はい、さあ、うらら選手2ポイント獲得する。悩ましい。しゃ、あと1ポイントだけ、次は倒す。じゃあもう6ポイントだけ、もう終わりやん。俺進化する、もう進化しきったポケモンはもう使わなくて、どんどん新しいポケモンを進化させたい人なのね。わかるかな、この気持ち。前髪気になった君。うん、おった、しわくちゃわかめじじい。いや、何その走り方、何その小走り。嘘やろ。
そんな走り方するんですか。もっとなんかかっこよく登場してよ。なんかおじさん感あるねやっぱり。もっとない、なんか他堂々顔的にはすごいさね、あの開会式の時なんかうるらうるらみたいな感じだったのにさ、始まった瞬間1212みたいな。ようこそ僕なん、一人称僕わしとかじゃないんやない、僕かわいいなおい。え、これ何、品川じゃない、これおじさんじゃない、もしかして意外と小学生これ。うん、来た人って俺よう売るからな、たまに。本番だ。これなんかスーパー巨大化マシンあるやろ。進化させるのは好き。あの進化するタイミングが俺一番あーってなる。ハイパーボールでギャロップかな、初期ポケモンやろこれ。あ、これ音バグなるやつじゃないの、確か俺のさ放送ではさ、なんかスーパー進化したらさ、ダイマックスか、ダイマックスしたら音バグるっていうか、なんか割れるよね。お、やけど打った、いきなり。まあまあよかろう。見てよ、ほら、あの敵のおじいちゃん腰痛いんか、膝で押さえと。今はまだしてないけど、てか全然食らわんくない。確かに、これポニーター、これ9個やん。ギャロップじゃなかった、ギャロップって何やったっけ。水鉄砲ロコンの進化が9コンか。あ、ロコン9コンか。コンって尻尾のことだったの。ロコン6個のここキュービか。じゃあこれキュービやん。あ、これキュービなんや。キツネ足キツネなんかな。ギャロップは馬なん。あー、こいつは9コンか。馬？思い出せん、ギャロップは。ポニータが進化するとギャロップ。あ、え、ポニータって誰かな。あ、川杉封じもいい。あ、そうなんや。なんで炎ってな、岩で効くの。やばい、なんか接戦の戦いだと。岩石封じの方が待つね。え、なんで相手の方が先なん。お、1耐えた、やるじゃん。よし、これでやけどで死ぬやろ、これで経験値を配分するという。だってこいつにはもう経験値上げんじゃん。あー、入るんかい。あの、あれにしよう、ギャラドス、ギャラドスでかくしようぜ、おもろそう。巨大ギャラドス、お仕事いたして頑張っていい。レベル23か、でかくする。でかくしよっか、早速元気なうちに。うん、でかいやろ。まずこの時点でギャラドスでかいです。からのよ、もうボコボコするぜ。ダイマックスハートライン、技説明130。え、大ストリーム、なんでこれ違うの2つ。え、分からんけど、ま、大ストリーム、同じなんか技名やったのに威力が違った。おいや、でかいね。もうほんとドラゴンやん。ほんとになんかギャラドス感が出てくるね。実際のギャラドスってこんぐらいじゃない、ほんとアニメとかの。全然いらんのやけど、なんかビクともしない。アイストリームプレイ一撃やないの、あんちゃん。意外と弱いやんこれ。待って、これ3回3ターンかかるくない、これ隠れてる。確かに。確かに、そう、やっぱ音割れえぐやろ。なんかダイマックスするとね、俺のねスイッチね音割れする。でかっ、しゃくれとるね、ほんと。ねえ、攻撃力半分。おお、いっぱい昇格かけで、もう一回攻撃3ターンやろ。ダイマックスは3ターンだから、もう一回いける。
ただ次のやつもダイマックスすると思うよ。忘れさせる何を？あ、何何？ギャラドス、何で覚えて？噛み砕く、ぶん回す、あ、噛みつくを忘れさせないんだ。そう、大きさの割にパワーがちょっとバランス調整してほしいですね。これこのまま行きましょう。一気にご利用しましょう。頭を燃やせ、動かせ、勝てる道筋を探すんだ。で、アイテム速攻。え、こいつをでかくするの？気持ち悪い。なんか被っとるし。アイストリーム。あべ、巨大マックス。え、ダイマックスじゃないの？巨大マックスなの？すごいね。200人スーパーチャットありがとうございます。 Thank you。 心配です。ありがとうございます。気持ち悪い。え、なんか格好違くない？小さい時と格好違くない？格好違うよね。お、ドズルさん1220円スーパーチャットありがとうございます。 Thank you。 本物かな？本物だ、本物だね。ありがとうございます。 Thank you。 ダイワーム。え、やば。え、炎じゃないの？炎じゃないのこれ。ドズルさんありがとうございます。次の食事会は1月ですね。さあさあさあ、あれ、ダイマックスを切れてないよ。あ、戻っとった。え、切れてるこれ。え、これ最、あー、ちっちゃかった。なんか遠近法で、でかいままかと思った。これわかりづら。わかりづら。ダイマックス、え、マジか。経験値もやった。え、でも勝ったよ。ダイマックス大した。おお、あー、残念な姿になりました。ごめんなさい、そこまでしなくてもいいんですけどね。なんで誰も言ってくれない。ここ合っとる？合っとる？全然違うね。合っとるの？チャレンジャーの方ですね。ジムバッチを、草バッチ、水バッチ、炎バッチ、3人勝ち、うわぁ！あなたでしたか？ホップくんは来ませんよ。だってそうですよね。あんな惨めな負けたん？ホップくん負けたんやって。何の話？合ってる俺こっち来るの。ここで合ってる？合ってるんだ。ありがとう。はぁ、なんかすごいラスボス感のとこ来たんやけど。すげえ、全く違うよ雰囲気。あ、それが 上の部なんやね。で、上級者向けみたいな。あれ、うーん、すごい、すごいとしか出らんもん。ナックルシティ。え、次岩タイプ、もしかして水とかでいいんじゃないじゃん。このまま交換する。オッケー、いいよ。じゃあどうやったっけ。はい、でインターネットにつないで通信交換。あ、始まった。誰ですか？なんこれ。でも、もらったわ、今これ。なんか、俺が求めとうもんとは違ったけど、なんかが。これ、誰これ？これ、ゴーストじゃねえけどさ。交換せんのかい？自慢したの？なんこれ？なんこれ？カジリアメ使えるでしょ？え、ゴースト持ってるの？君。お前さ、自慢しようだけやねん、こいつ。竜とお前。あおい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 、こいつ自慢して帰ったぞ。おいこいつ、え、嘘やろ。え、え、嘘。なんで、なんでいいの。え、やった、もらった。誰？え、いいの？ありがとう。とりあえずパスワードは1919なんで。そう、確かに。おー、マジで？何くれるんだろう。ただ一応俺がちゃんと育てたやつを交換に出す。まあ親はうららだから。これゲンガーなるの？もしかして。え、めっちゃ嬉しい。マナミありがとう。マナミ
やったー、ゲンガーゲット、やったー、やったー、マジ嬉しい、きた。え、待って、もしかしてさ、まなみ、まなみさん一回返そうか、ゲンガー、ゲンガー持ってないんじゃないの、一回なんか手持ちに入れたら図鑑増えるけどさ、俺もお返しとして一回ゲンガー返すわ。で、もう一回ちょうだい、一回返してあげないとさ、その相手の図鑑もさ、ゲンガーないわけやけ、うん、ここは一旦返して相手の図鑑でもゲンガーを完成させてあげて、これで普通にまなみ逃げたら面白いけどな。おい、お前はゲンガーにしただけやないかよ、感じおいみたいな。ねえ、これでまなみめっちゃ速攻帰ったらマジもろかったんやけど、まあ、ありがとう。逃げてほしかったじゃねえよ、逃げてほしかったじゃねえ。いやでももろかった絶対。おいゲンガーにさ、俺を使ってゲンガーさせただけやんかって。え、待って、これだったらそのままさジム倒せるんじゃねえ、待って、その縛りやりたい。リスナーさんのポケモンもらったやつだけでポケモン一切育てずにジムどんどんクリアしていく、すごくテンポの速いポケモン縛り、どう？だってさ、そう、正直言って正味さ、レベル上げって見ててしょうもないでしょ？でしょ？だけどさ、次のジム相手に合わせて今から蓄えようぜ。うん、それでいこう、その作戦でいこう。うん、そしたらさ、見てる方もさ、バンバン進むしさ、実際に何が見たいかって、俺がやってるポケモンってのもあるけど、ストーリーも見たいやん。どんな感じで、俺がやってるストーリーも多分みんなほとんど知ってると思うけど、ストーリー大体。うん。それにしようや。あ、なんだ今度は。ごめんね、先に言ってきます。交換する人、俺本当にね、しょうもないのしかあげれない。でも、極力俺が剃ったやつだから。あ、こいつ、ツボツボ。こいつありまして使えるよ。うん。なんか硬いから。なんせ硬いから。うん。次来たポケモンで、やります。あ、わらしめ長者企画やってほしいです。なん、これいいよ。これでいい。これでいい。もう決めた。もう何が来てもこれでいくって決めたから。なんかようわからんけど、変なやつやけど、こいつ。もらったポケモンを交換に出していく。ビバさん200円すば、ちょっとありがとうございます。Thank you。いいね、それも。え、それってでもいいの？なんかやってな。わらしめ長者的なことなんか前ね、ミラクル交換やりやったらね、コメント欄でめっちゃ怒られたんよ。おい、それもらったやつだらダメだよ、それは。みたいな。なんかもらい流しみたいな言葉があったはず。私のパッチルドン。パッチルドン？可愛がってあげてね。お、通信アイテム見つかった。もう最初に来たポケモンでいきます。そこはもう俺もね、しょうもないポケモンしかあげれないので。これも俺が捕まえてたのが最初育ててたやつだっけね、これ。何が来るんでしょうか？何これ？これ自慢か？これ自慢か？これさ、あれやない？一番最初に出てきたさ、伝説のポケモンやんって言ったやつやない？嘘やん。え、大丈夫？すごい、どういうこと？いや、これもやばいやろ、マジで。マスターボール使ってるし、こいつ。クーさん？ザシアンって名前やって、もうバレちゃったよね。ネタバレされたわ。マジで？クーさん、600円、どうぞあげます。ありがとうございます。え、本当にいいんですか、これは。え、スパチャもいただいて、ポケモンもいただいても、私も何か与えないといけないですね、これは。え、やばい、マジでやばい。ありがとうございました。めっちゃ丁寧やね。スポーツしよう人とか格闘技しよう人は、相当礼儀が正しい。はい、お疲れ様。なるほどね。マジかな。お見事でした。君と戦えてよかったね。ゲーム音少し小さかったやろ。これでかいかな。さあ、じゃあ俺がチートでレベル上げしたポケモン使うか。リザードンが出るんだ。そっかそっか、ダイマックスするぞ、リザードンが。1万レベルのポケモン使うか。なんかモニターがおかしいで。なんだ？ハロー、ダンテ君、ニューララ君。
なんか悪い音楽が始まったよ。たくさん120円スッパチャットです。Thank you。ガラルの未来を守るためブラックナイトを始めちゃうよ。ただブラックナイトのエネルギーが溢れ出して危ないんだよね。やばっ。あ、何いらんことしたんこいつ。ダンテ君が話を聞いていたらこんなことにはならなかったのにね。やばっ。え、戦わんのかい。兄貴、うらら。今のってナックルゼリーの、スタジアムだよな。ローズさん何をしたたんだ。さっぱりわからないわからないが、昨日の話、1000年先の問題を解決するために動いていたのか。とにかく俺がチャンピオンの俺が行く、いや俺が行くって言ったのに責任を取る。そう、俺が取る。そう、私はダンテ、無敵のダンテ、俺が行く。俺の兄貴頭おかしくなっちゃった。まあいっか。何やエンジン、待ってマジで戦い終わったやんけ。2匹のポケモンを探すぞってよ。マドロミの森。え、あのポケモン捕まえるん今から。マジか、ついに来たか。え、いや、なんかあのあれ、なんかね、カール君が物をなんか落としよった。階段から物を落として、あのアピールして俺に構ってしてる。すぐもう目の前で待っとった。え、無限ダイナ来た。オベライチキンさん200円、ついに入れてます。え、マドリームの調査してる間何が起きたんですか。あのね、ナックルスタジアムが黒い渦で覆われちゃって、なんていうの、ブラックナイトだっけ、もうめちゃくちゃって感じよ。でも大丈夫よね、無敵のチャンピオンがなんとかしてくれるんでしょ。待って、おばさん、今ブラックナイトって言いました。ブラックナイトは大昔ガルル地方を滅ぼしかけた黒い渦の名前。なんで知ったの。え、じゃあウララは何しに来たの。うん、ブラックナイト、剣のポケモンを探す。確か伝説が真実なら、剣や盾のポケモンがブラックナイトを収めてくれる。元気の箱にもらった。あ、3個も。こいつ最初元気のかけらしかくれんやったのに、いっぱいくれるのあったな。お前も、今から伝説のポケモンをね、捕まえに行くということで、はい。ララまたもやもや不思議な木に包まれるかもな。だけど俺らポケモン強くなったし問題ないぞ。思い返せばあの時ウールを探すためにマドロミの森に入ったのが伝説の始まりだったのかもな。よし、今からできることを伝説の1ページに追加するぞ。というわけで、ここでね、今日はね、終了したいと思います。今この生放送でポケモンの、今日はね、単体のシールド、ダブルパックではなく単体の方のシールドの構造を今から公開します。 G5 KG5。 さあ、まだありますね。引き換えを確定するは私は押しません。はい、いいですか、このままですね。押してください。いきますよ。お、この番号は使用済みですと出ました。というわけでね、今回もね、シールドを皆さんに配布しました。これでね、まあ誰かに当たったでしょう。また次の生放送、あとね、ツイッターの方でもやってます。まだコード配布してます。コードじゃない、配布じゃなくてプレゼント企画やってるんで、皆さんね、リツイートとフォローよろしくお願いします。あとチャンスは、これがツイッター用のダブルパックのシールド取るだけ。あとチャンスは3回。次の生放送ポケモンで会いましょう。チャンネル登録が済んでない方、チャンネル登録もお願いします。そんじゃまた、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた明日、バイバイ。